もうみんな診察にすられる人の名前は覚えました？社会人だったら絶対覚えておいた方がいいですからね。最初はお金出すたびに会話に出てくると思うんで、まず千円札。はい、クイズ形式でいこうか。はい、この人は誰？はい、正解は北里柴三郎。近代日本医学の父と呼ばれた細菌学者で、ペスト菌の発見、破傷風の治療法開発、感染医学の発見に貢献した野口英世の師匠ね。次は5000円札。この人誰？はい、正解は津田梅子。教育家で日本の女性の地位向上に尽力し、津田塾大学（女子英字学塾）を作った人ね。次は10000円札。この人誰？はい、正解は渋沢栄一。資本主義の父と呼ばれ、日本で初めて銀行と株式会社を作った人だ。みんなも社会人ならこれから会話に必ず出てくると思うので、覚えておいて損はないと思います。